メラニー・シーは、イギリスの女性歌手。UK ポップグループ、スパイス・ガールズのメンバーとして知られ、スポーティースパイスが愛称。メルシーとして親しまれている。身長168センチメートル。イングランドのマージーサイドで生まれ、チェシャーで育つ。1994年3月、雑誌で知ったオーディションに合格、スパイス・ガールズの一員となる。スパイス・ガールズは、エマ・バントン。 メラニー・ブラウン、ビクトリア・ベッカム、ジェリ・ハリウェル及びチズムのニ人グループ。1996年にデビューし、ファーストアルバム、スパイスが大ヒットした。ファーストシングルの、ワナビーは、UK、US 両チャートで1位を獲得する。他にも、ニビカム1、スパイス、アップ・ユア・ライフ、トゥー・マッチ、ビバ・フォーエバー、グッバイ、ホラー、レッド・ラ・ブリード・ザ・ウェイなどのヒット曲がある。 2000年から活動を休止しているが、正式に解散はしていない。活動休止後、シズムはソロ活動を始める。1998年に、シンガー、ブライアン・アダムスとデュエット、When You Are g o n をリリース。スパイスガールズのメンバーの中では、ソロとして最も成功している。1999年にソロファーストアルバム、ノーザンスターをリリース。 彼女の愛称であるスポーティというイメージから、ロック調の曲、Going Down がこのアルバムからのファーストシングルに選ばれ、UK チャート4位を記録した。このアルバムのタイトルトラックである、No ザ a n ター r が次のシングルに選ばれチャート4位を記録。2000年3月、チズムはソロアーティストとして成功を収める。No ザ a n ター r に続くシングル、Never Be ザ・セ t ム h e Same が、 UK チャート1位を記録する。この曲はアフリカンアメリカンラッパーリサ・レフトアイ・ロッペスをフィーチャリングしている。このシングルはまたもや大ヒットとなる。ダンスリミックス調の曲 I Turn to You が2度目の UK チャート1位を記録する。また、この曲はアメリカのビルボードダンスチャートでも1位になったほか、2002年には映画ベッカムに恋してのクラブシーンで使用された。 If That Were Me がこのアルバムからの最後のシングルに選ばれる。しかしこの曲は UK チャート18位にとどまった。ファーストアルバムからは5曲シングルとしてリリースされた。このアルバムは UK アルバムチャートで4位を記録した。このアルバムは UK でトリプルプラチナディスクをヨーロッパでプラチナディスクをオーストラリアでゴールドディスクを獲得した。2003年3月。 チズムは、自身2枚目のアルバムをリリースする。アルバム名は、リーズン。プロデューサー陣に、グレッグ・アレキサンダー、マリアス・デ・ブライス、デビッド・アーノルド、そして作詞にスパイス・ガールズのデビューヒット曲、ワナビーの作詞を担当したマット・ロウを迎えた。このアルバムからのリードシングルとして、ヒアイト・カムズ・アゲインをリリース。UK チャート7位を記録する。他には、 オンザ・ホライゾン、日本で、トヨタ自動車の CM に使われた、レッツラブ、ダブルエサイドとして、メルとイェイエーイェイェイをリリースした。しかし、メルとイェイェイェイが、UK27 位にとどまったことに失望し、チズムは、スパイスガールズ時代から契約していた、バージンレコードを離れた。しかし、このアルバム自体は、UK チャートで5位を記録し、イギリスでゴールドディスクを獲得した。 2004年、チズムは自らレッドガールレコードという名前のレコードレーベルを立ち上げた。2005年4月、このレーベルからアルバム Beautiful Intentions をリリース。このアルバムからのリードシングルとして NEXT BEST SUPER s t a r がリリースされる。次のシングルとして Better Alone がリリースされると告知されたが、iTunes Music Store やチズム自身の オンラインストアで購入できることとなり、イギリスではリリースされなかった。後に、マリー・マッカートニーによるプロモーションビデオの撮影のもと、ドイツで51位、スイスで33位、オーストリアで66位を記録する。そしてこのアルバムからの次のシングルとして、ファースト・デイ・オブ・マイ・ライフがリリースされた。この曲は、ドイツ、スイス、スペイン、ポルトガルで1位、オーストリアで2位を記録など、 ヨーロッパ各国で好評であった。2005年9月15日にはドイツで40万枚を売り上げたとしてプラチナレコードを獲得した。また、2006年3月12日にはエコーショーのザヒット・オブ・ザ・イヤーにノミネートされた。結果、このアルバムはドイツで10万枚を売り上げたとしてゴールドディスクをポルトガルでプラチナディスクを獲得した。 メラニー・チズム2007年4月にソロ4枚目となるアルバム This Time をリリース。イギリス以外のヨーロッパ諸国では The Moment You Believe。イギリスでは I Want Candy をシングルとしてリリース。I Want Candy は同名映画の収録曲として使われた。このアルバムリリース直後、スパイスガールズ再結成の話が持ち上がったが当初、 チズムはソロ活動に重きを置いていたためあまり乗り気ではなかった。しかし他のメンバーの熱心な誘いにより2007年11月にスパイスガールズの3ヶ月に及んだ再結成世界ツアーとグレイテストアルバムに参加。ジェリが脱退以降初めて5人揃った。その合間に12月にはロサンゼルス、ニューヨーク、トロントでソロギグも行う。また2008年4月には ディスタイムをカナダでリリースカナダでのツアーも行った2009年2月に女の子を出産スパイスガールズのメンバーの中では最後に母親となった2011年に入ると DJ などクラブシーンで活躍しているジョディハーシュと音楽の制作に取り掛かるこのアルバムから先行シングルとしてロック目がドイツスイスオーストリアでリリースされたこの曲は ドイツの TV 局で放映された FIFA フフウィメン、S ワールドカップのテーマソングとなった。6月に iTunes により世界配信。9月にセカンドシングル h i n k About It を発表。本国イギリスではアルバムからのファーストシングルとして発表された。同時にアルバムも発売。アルバムは前作より順位は上がった。ザシーからはウィーク、 レッドゼラビー・イーラビもシングルとしてリリースされた。ジョディ・ハーシュとは2012年に入りコラボレーション作品としてザ・ナイトという EP をデジタルリリース。UK チャートで159位を記録している。2012年8月ロンドンオリンピック閉会式にてスパイス・ガールズとして人世の再結成パフォーマンスを行った。ワナビーとスパイス。 アップユアライフの2曲のパフォーマンスを行い、ロンドン名物のタクシーで会場に現れ、5台のタクシーの上に5人がそれぞれ乗って、場内を駆け回るパフォーマンスで盛り上げた。ピーター、ジョン・ビテシーのプロデュースのもと、演劇曲を集めたステージズを2012年9月にリリース。ファーストシングルとして、I don't know how to love him が7月にリリースされた。アルバムには、 スパイスガールズ時代のメンバーであるエマ・バントンとのデュエットも収録。2013年8月には X ファクター出身の歌手マット・カードルとのデュエット曲ラビング・ユーを発表。久々にイギリスでトップ20位入りを果たす。2015年からアジア、エス・ガット・タレントに審査員として番組へ参加。2016年、メルビー、ゼリハリウェル、エマ・バントンの3人が スパイスガールズ結成20周年を祝い、新曲を準備中である旨を発表する。今回の再結成ではメラニーは不参加を表明。10月にニューアルバムをリリース予定でソロ活動に専念したいためとスパイスガールズとしての活動に意義を見出さないためとインタビューにて語っている。このアルバムは前衛25位と久々にトップ42チャートイン、したが、 シングルヒットには恵まれなかった。アルバム同盟タイトルの曲は、彼女がスパイスガールズ時代に受けたいじめについて歌っている。誰がいじめたかの言及は避けており、現在は和解しているとのこと。サッカー好きで知られ、中でもリバプール FC の熱狂的ファンとして知られている。ロビー・ウィリアムズ、ご愛部のジェイソン・ジェイ・ブラウンと交際していた時期がある。お気に入りのアーティストは、 マドンナとスティービー・ワンダー、ブラー。お気に入りの映画はトイ・ストーリー。へその下にエンジェル、肩に漢字で女力など10箇所にタトゥーがある。母が作る中華料理が大好物。チャリティ活動家としても知られている。ありがとうございます。